お疲れ様です。ウッドモノファームの木村 P です。はい、今日はですね、ちょっと友人からね、なんか変な珍しいものを、変なって言ったら失礼だね。珍しいものをいただいたので、ご紹介します。はい。はい。それがですね、こちらなんですよ。はい。ちょっとね、見た目では分かりにくいんですけど、これね、イノシシの、肉の、まあ、スモークジャーキーというか、ジャーキーですね。はい。こちらをいただきました。 はい。で、なんでこんなね、イノシシのジャーキーがあるかって言いますと、まあね、ここ数年なんですけど、まあ、僕が住んでるね、この千葉県銚子市なんですけど、なんかね、イノシシがね、ものすごい繁殖しちゃってるんですよね。なんか知らないんですけど。で、まあ、そのイノシシたちがね、やっぱり我々、まあ農家ですけども、まあこの農作物にですね、悪さをするんですよね。まあ、イノシシもね、生きるためなんで仕方ないかもしれないんですけど、まあ、なんでこんなに増殖しちゃったのかっていうのがちょっと謎なんですけどね。で、イノシシがね、実際どんな悪さするかっていうと、まあ要はですね、我々の地域は大根、キャベツあるんですけど、大根とかキャベツを食べるわけではないんですよ、実際。じゃなくて、その地面にいるね、どうやらそのミミズとかを食べに来るらしいんですよ。で、まあその食べるときにやっぱりその畑に要は侵入するので、イノシシってもうね、100キロ級のでかい、本当にでかい豚というかね みたいな感じなので、やっぱりそいつらが畑の中を歩ってしまうと、やっぱり作物をやっぱり荒らされちゃうんですよね。で、例えばね、写真ありますけど、まあこんな感じでね。はい。これ、うちの大根なんですけど、まあその、大根をこうね、爪とか牙でね、傷つけちゃったりすると、もう売り物にならなくなっちゃうっていうね。こういう状況が結構ね、発生したりとか、しています。そんな中でですね、まあ、猟友会、漁師さんですよね。まあ、うちの方で鳥なんかを結構撃ってる漁師さんっていうのは頻繁にいらっしゃるんですけど、まあ、たまにね、そのイノシシを撃つような漁師さんもね、その時期が来たらね、イノシシをね、撃ちに来るんですよ。で、僕の友人がね、偶然そのなんか漁師さんとなんか知り合いかなんかわかんないですけど、まあ、そういったつてで、なんかその、自分でその撃ったイノシシをなんかその、こういうふうになんか調理して したものをなんかくれたということで、で、友達はあんまりこういうの好きじゃないんで、食べるならあげるよっていうことで くれたんですけどね。いや、僕はもう全然ちょっと興味本位で食べたいなっていうのがあったし、あとその昔とかちょっと前にもやっぱり漁師さんからなんかうちの人がなんかもらってきて、イノシシの肉をね、それ生肉だったんですけど、それ、豚汁みたいな感じで味噌汁に入れたら美味しかったんですよね。なんで、なんかちょっと、ジャーキーも興味があるなっていうことでもらってきました。で、ちょっと余談なんですけど、僕偶然山の中で、イノシシを撃ってる漁師さんと遭遇したことがあるんですよ。結構危ないですよね まあ、偶然そういう漁師さんと遭遇して、しかもね、銃声がした直後ぐらいだったんだよね、あったのが。で、漁師さんがいたんで、ちょっと話しかけたんですよ。どうですか？イノシシ、ね、弾当たりました？みたいな感じで話しかけたら、いや、ダメだったよと。ただ脇腹には当たったんだけど、イノシシは脇腹当たったぐらいじゃ仕留められないんだよねって話をしてて、そうなんですか？って言ってね。なんでしょうね。同じ漁師でも、漁師さんでも、鳥は、カモとかね、鳥は散弾銃なんで、で、散弾銃ってこう散らばるね、銃弾ですよね。それが当たれば鳥弾っていうのは、まあ、もう、落っこって、もうすぐね、なんでしょう、狩猟完了っていう感じらしいんですけど、イノシシっていうのは、やっぱり皮膚が硬いっていうのと、やっぱりね、あれだけ大きな動物ですから、散弾銃では絶対効かないらしいんですよ。で、イノシシはどういうふうに仕留めるかっていうと、一発銃ですよ、ライフル。これでなんか仕留めるらしいんですけど、とは言っても、脇腹とかね、足とか手足とかね、まあそういうところで当たっても、狩猟完了しないという感じでね、ここ、頭をね、一発銃でぶち抜かないと仕留められないらしいんです。はい。なんで、結構、イノシシの猟っていうのは難しいらしいんですよね。っていうことを、漁師さんが ちょっとお話した時に言ってましたね。さあ、そんなね、
イノシシなんですけども、こういう形でね、あのジャーキーになりましたので、まあイノシシといえど自然の恵みですからね、大切に食してみたいと思います。はい、じゃあ早速ちょっとね袋を開けてみましょう。もうね袋を開けなくてももうすごいスモークの香りがするんですけど、もう開けたらすごいねスモークの香りが。漁師さんって何でしょう、みんながみんなじゃないんでしょうけど、こういうのできるんですね、すごいね。はい、これがイノシシのジャーキーということでね、うん、見た目は本当にビーフジャーキーみたいな感じですよね、全く一緒です。うん、じゃあちょっといただきます。うん、噛み応えはすごい、ビーフジャーキーと全く一緒、ああいう感じですね、噛み応えがある。うん、あ、すんごいスモーキーうん、あ、なんでしょうね、肉自体の臭みっていうのは全然ないですね。本当にスモーク、すごいちょっと濃いめのスモークがかかったチャーシューですね、これね。うん、あ、美味しい、こんな美味しいとは思わなかった。うん、まあ手作りということで、そんなにこうビーフジャーキーみたいに胡椒かかっててスパイシーな感じじゃないんですけど、これなんか個人的にはちょっと胡椒とかかけたいですね。うん、そしたらもっとパンチが効いて美味しいような気がしますね。うん、ただ本当に肉の臭みはなくて食べやすいですね、予想以上に。うん、うん、美味しい。まあ僕はお酒飲まないですけど、まあこれおつまみとかにもすごくいいんじゃないですかね。ちょっとマヨネーズつけたりとかしても美味しいんじゃないかなと思います。うん、僕ね、もともとちょっとこういうスモーキーな食べ物、チーズとかもあるじゃないですか、そういうの好きなんですよ、燻製ね。うん、そういう方にね本当におすすめの商品というかね、これ手作りなんでねあれですけど、まあジャーキーですね、美味しい。うん、というわけでね、今日はちょっと珍しいイノシシのジャーキーをね食べてみましたけど、いや予想以上に美味しかったです。はい、まあこのイノシシってね、なんかまあいろいろ動物ってそうなんでしょうけど、まあその漁師さんなんかすぐ捕獲したら、すぐなんか血抜きっていうのをしないと、なんかお肉がね、なんか硬くなったりとかして美味しくないとか、いろいろ、あとなんか血生臭くなっちゃったりとかあるらしくて、結構調理には気を使うらしいんですけど、うん、こんなに美味しいとは思わなかったです。はい。で、あと、まあ、今度ね、機会があったらなんかこう、イノシシのお肉とかをいただいたらね、また味噌汁とかにして飲みたいなと思いますね。はい。まあ本当にね、今その迷惑、動物というか、そういう獣というかね、いうふうに、イノシシね、我々農家にとってはなっちゃってますけど、まあ、もともとはね、自然の動物なんでしょうからね、まあ、こういうふうにうまくね、付き合っていかないといけないのかなと、農家としては思っています。はい。というわけで、ウッドモラファームの木村 P でした。今日は、自然をいただきました。ありがとう！うん、うまい。